静岡大学と静岡ロータリークラブは学生の職場実習講座の期間を延長する協定を結びました静岡大学地域創造学館と静岡ロータリークラブは2017年に協定を結びインターンシップが始まる2年生を対象に会員企業が学生を受け入れています静岡大学では職場実習講座で要件を満たせば 学生に二単位が付与されこれまでに150人が受けてきました昨日は静岡大学の日詰和之学長と静岡ロータリークラブの谷本幸太郎会長が今年度終了予定だったこの講座の期間を延長する協定を結びましたそもそも働くということについて問うような講義でもあったのでなんか自分が将来どのような基準で 企業を選ぶのかなど、本当にに参考になりました静岡大学と静岡ロータリークラブはこの講座を続け、地元で働きたい人材を増やしていきたいとしています。